証明可能性論理はボックスエンザン側証明可能であると解釈されるような様相論理である。その要点はペアの算術のような合理的で豊かな形式理論の証明術語の概念を捉えることである。数々の証明可能性論理が存在し、そのいくつかは参考文献が示されている。基本的な体系は一般的に GL、L または K4W として言及される。それは LB の定理の素をバージョンを論理系に加えることで得られる。それはロバート・ M ・ソロベイによって1976年に開拓された。それから1996年まではその分野の第一人者はジョージ・ブーロスであった。この分野への主要な貢献者はセルゲイ・アルタモブ、レフ・ベクレミシェブ、ジョージ・ジャパリズ、リック・デ・ヨング、 フランコ・モンタグナ、ジョバンニ・サンビーン、ウラジミール・シェイブルーコブ、アルベルト・ビサーラである。解釈可能性論理は、証明可能性論理の自然な拡張を表現する。ありがとうございます。